どうも、はじめまして、川地と申します。私、理化学研究所から参りました。今日は、ご紹介していただきありがとうございました。簡単に私の、こんな感じのタイトルでお話しさせていただきますけれども、簡単に私の自己紹介をさせていただきます。私、実はですね、全くライフサイエンスと関係ないところの学部におりまして、コンピューターサイエンスの方をやっておりました。マスターまでやっておりまして、その後、理化学研究所とですね、ちょっとお仕事をする機会があって、だんだんこの分野に惹かれて、この分野に入ってきたというようなバックグラウンドを持っています。で、最近はですね、データをコンピューターで扱って、バイオロジー的に何が面白いのかなみたいな話を見つけていくというようなことをやっております。で、今日のトピックですけれども、3つざっくり挙げてお話ししたいと思います。ファントム4という先ほどボーノさんからご紹介いただきましたプロジェクトについてお話をさせていただきます。あと、次世代シーケンサーっていうものがですね、巷で話題になりつつあります。で、これ今朝引っ張ってきたんですけれども、40万円の人ゲノム解読みたいな話が、ニュースに出るような時代になってきました。で、確かにこれ、朝日新聞のですね、今朝の朝刊にも載ってたりして、ああ、すごいなっていう話が、印象を持たれると思うんですけれども、こういったものはどういう技術に支えられているかというと、いわゆる俗に次世代シーケンサーと総称されるようなテクノロジーからやってきます。あと、実はですね、このファントム4っていうのは次世代性シーケンサーと言われるシーケンサーの一つを使ってやったプロジェクトなんですけれども、ここで私はそのデータベース屋さんとして、ちょっとデータのまとめとか取りまとめことをさせていただきましたので、その試験というのですかですね、こんなことがあるんだよということについてフィードバックお話をさせていただきます。で、ファントム4、ファンクショナルアノテーションマンマリアンジノムというふうな、これの略というふうになってますけれども、これは理研 の我々のチームでが主体となって、経済界の国際コンソーシアムでですね、いろんな国の方がやっています。で、こうなっているんですけれども、実はこれ、1回目から連綿と続いてきてましてですね、1回目、2回目については、ボーノさんも実は立ち上げに関わって、活躍されたようなプロジェクトです。罪をかぶせないでください。もうやめた。はい。今はやめられたかもしれないんですけど、ワントスにはいらっしゃってますよね。その時と指針が変わってるんで、はい、大事にしないといけません。はい、そういうヒストリーです。で、簡単にざっくりそのですね、いわゆるオミックスっていうふうに言われるような研究をざっとまとめ、簡単にですけれども、まとめてみました。とここにですね、粘土の軸があって、このレイヤーっていうのはゲノムの軸。ゲノムレイヤーですね。ゲノムシーケンスをいっぱい読むというふうな軸。で、この辺がですね、RNA をいっぱい読む。今朝、大久保先生がおっしゃいましたけれども、RNA を DNA シーケンスで読んじゃおうというようなところの話です。で、一番上がいわゆる iPS とかに代表されるような細胞の分化だとか、そういったことに関する、レイヤーでですね、こんな形のマップが例えばですけど、書くことができるんじゃないかなと思います。で、ゲノムレイヤーを見てみますと、ヒューマンゲノムのドラフトがこの辺に上がったりして、ハップマップがあったり、ワンサーサージノムがあったり、千人ゲノムって言われてるんですね。で、大久保先生の関わられた、立ち上げられたボディマップの場合、確か97年時点で、確か30万 UST ぐらいあったんじゃないかと思うんですけれども、そういうものがあったりですね。で、そのヒューマンのブラッシュ EST だとか、フレームス CDNA とか、というプロジェクトもございます。こちら DBTSS とか、HA インディテーショナルとか、そういったものがプロジェクトとしてあったと思います。で、この色で書いてあるところがですね、我々のファントムっていう、共同研究で行ってた活動でですね、マウスの方のフレームス CDNA の場合、あと、もっとトランスクリプトの広い分野で、研究してみたものを見てみるというお話があったり、で、この赤の部分というのがファントム4、今日お話しするような、ものの中身になっています。で、ここ実はその RNA のレイヤーに3つ置いているんですけれども、適当に3つ置いているわけではなくて、1つ、ここのレイヤーというのは、いわゆるそのメッセンジャー RNA
タンパクコーディングジンを主にターゲットにしたプロジェクトのレイヤーです。で、ここのレイヤーっていうのは、よくわからないけれども RNA になっているやつ。タンパクをコードしないけれども RNA になっている。これなんだろうっていうものの長い RNA のレイヤーですね。で、ここっていうのはそのスモール RNA で、いわゆる RNA 干渉ですとか、遺伝子の、制御については、制御を、特にサイレンシングについては、低分子の RNA、例えば22ベースぐらいですね、22ヌクレオチドぐらいの RNA が遺伝子をサイレンシングするということが知られています。で、これ、ノーベル賞を取られたりしましたけれども、そんなような、仕事をベースにですね、スモール RNA のプロファイリングというのも盛んに行われるようになっています。で、そのファントム4のお話をするんですけれども、その話をする際に、K-ZIP についてちょっと簡単にご説明したいと思います。K-ZIP っていうのもですね、先ほど申し上げた RNA をプロファイリングしようっていう手法の一つですね。キャットアナリシスエクスプレッションの略がありますけれども、詳細はざっくり述べるとですね、メッセンジャー RNA の5ダッシュ化のシーケンスをいっぱい読んじゃうと。それだけなんですね。そうすると、ここが3回読めたら、ここのアクティビティが高い、アクティビティが高いのねと。で、ここは1回しか読めなかったら、ここにアクティビティが低いのみたいな話が分かります。で、これをファントム3の時の着読シーケンサーを使ってやってみました。で、登場するのが次世代シーケンサーですね。次世代シーケンサーを使うと、この不作為に読むっていう作業が何回も何回も行われすることができます。非常に深く読むこともできます。そうしたものをディープケージというふうに由来にしています。で、一体そんなことをして何が面白いのという話があると思うんですけれども、例えば一例を挙げてみます。実際にこれは THP1 細胞っていうのはですね、我々ファントム4では主にターゲットにしたんですけれども、これはですね、単が球形のライクなその状態が、単球形の状態に DNA という刺激を与えてやることで分化していきます。その時系列を1時間、2時間、4時間、12時間、24時間、96時間、というふうに、サンプリングして RNA をひたすらやるんですね。燃やしたのをひたすら。そうすると、このヒストグラムがその読まれた端っこのカウントなんですけれども、例えばこういうことが、一つのローサーについてはこういうことが見てきます。ここはゲノム軸ですね。これがいわゆるコーディング人。で、ここの灰色の部分が VTR で、この橙色の部分が、コーディングリージョンですね。で、こういうアノテーションがゲノムのアノテーションとしてデータベースにあります。その状態で細胞をピッピッピッとサンプリングしてケージをこれは下にひたすら読んであげるとですね、何が起こるかっていうと、例えばこういうことが起こります。で、ざっと見るとですね、ここがすごく普通に使われている転写体子点があるというのが見えてくると思いますし、文化の中で大体24時間、12時間、24時間ぐらいの間でここはすごくアクティブになっている。で、文化が完了するとこれがすごくサイレンシングされている。サイレンシングというかアクティビティが落ちている。こういったことが例えば見てくるわけです。で、実はこれ、その白血球病細胞株ということで、チャンスアライクのですね、細胞株なわけですけれども、これとは別に普通のプライマリーなマクロファージからですね、ケージというのをやってやったりすると、TSS がここだけだったりするんですね。何を意味しているかというと、ここっていうのはすごいチャンサースペシフィック、もしくはセルラインスペシフィックなプロモーター、もしくは転写回視点で、このクローンはほぼそういう細胞から得られたクローンで、実際、人の体で働いている転写回視点はここなのに、データベースにはここしか登録されていないというようなことが例えば出てきます。で、こういったですね、ケージっていうのをやると、その TSS とかプロモーターとかっていうのが特にゲノムアノテーションなくにですね、ある程度定量化できるし、そのアクティビティもプロファイルできるということで、
その形状をいっぱいいっぱい読んじゃいましょう、これでネットは変えてみようということで、まあ、勝ちましたよというのが一つ、ファンクのフォームの一つ、アクティビティとしてありました。男の検証をするためにその電車に石をいろいろノックダウンしたりマイクロアレンジしたりして、まあ、ちゃんとそのネットワークって正確なのみたいな話を検証したりもしました。あともう一つちょっと変わった感じのですね、解析しているので、レトロトランスポーターのトランスクリプトームという解析も行われました。で、このレトロトランスポーターの、まあ、俗にそのリピートというふうに言われてて、ヒトゲノムが読まれたときに、なんだ 40% ぐらいリピートじゃんみたいな話があったんですね。すごくリピートばっかりで、タンパクを構造している領域がほとんどない。なんやこのリピートは、ジャンクやジャンクや、こんなの意味がないってみんな言われて、そういう話がありました。でも本当かな。でもそのジャンクやっていうのはその思い込みで言ったわけですよね。特に検証もなく言っているわけじゃないですか。でも本当かなというふうに考えて、ケージっていうのは基本的にはそのシーケンスなので、シーケンスをゲノムと比較することができるんですね。そうすると、まあ、そのリピートの発現プロファイルみたいなのが見えてきます。つまりそのレトロトランスポゾンのトランスクリプトームっていうのをちょっと解析をしてみました。で、実はですね、ここでは 人の41サンプル、マウスの200サンプルぐらいのですね、ケージのデータを使ってやってみたところ、組織特異性みたいな、割と違ったんですね。普通、マウスと人ってよく似てるから、まあまあ、マウスのモデルを人に当てはめてみよう、人のモデルをマウスに当てはめてみよう、よくやることだと思うんですけれども、こと、レトロトランスポーゾンに関しては、結構そのティッシュスペシシティが違う。で、まあ、この時点ではそうだったんですけれども、ちょっとこの間の、シンガポールのエディソン・リューなんかが来てですね、ちょっと喋ってたんですけれども、そのレトロトランスポーターっていうのは実は転写因子の結合、転写因子がゲノム結合するときに、まあ、スペシフィックに現れてくるようなエレメントなんです。で、それが特にマウスと人とか生物種によって違うみたいな話があって、やっぱりレトロトランスポーターっていうのは無視できないようなエレメントなんじゃないかなというふうなことがだんだん分かってきました。あと、まあ、3つ目に書いているのは、転写開始点近傍の、ね、低分子 RNA ということで、今まで低分子 RNA っていうのは、基本的には22ベースぐらいの、まあ、いわゆる RNA 再編集を起こす、RNA がですね、ターゲットジーンをノックダウンする、発現量、もしくはアクティビティを下げるというのが、オーソドックスには知られてきたわけですけれども、この僕たちもそのスモール RNA を読んでみて分かったことは、転写開始点はですね、すぐにちょっとだけ下流、転写開始点のちょっとだけ下流にスモール RNA というのが割と現れてくる。で、それが意外と18ベースペア、18ヌクレオチドが多いのがあったりして、その長さが違うっていうのはですね、明らかにそのバイオジェネシスが違うわけですね。そういうことになって、これ何だろうなというふうな知見がありました。で、まあ、こういうことができたのはですね、まあ、一人に次世代シーケンサーでバカスカをシーケンスするようになったんです。で、まあ、その次世代シーケンサーによって可能になったことっていうのは、例えば時系列を追ったプロモーター活性の測定だとか、RNA の交流する領域の正確な測定、まあ、比較的って書いてはまだミスとかもありますから、完全に正確とはいけないですけれども、これ実は意外と今まで難しかったんですね。いわゆるマイクロアレイなんかをゲノムタイリングアレイという技術があって、ゲノム の配列を全部プローブにしてやって、そこにハイブリダイズしてしまうというテクノロジーがありました。でもその場合、配列が1ベースだけ違ってもハイブリダイズしちゃうんですね。シグナルが出てしまう、いわゆるクロスハイブリダイゼーションと言われるような現象なんですけれども、それがゲノムタイリングアレイの場合、割と起こってしまったりするので、タイリングアレイを作っているメーカーは、リピート領域は全部捨ててたんです。プローブとして載せてない。だから、タイリングアレイと
使っている限りリピートの解析というのはできないわけです。でもシーケンサーでバンバンこう読んじゃうと別にそれがリピートであろうがなかろうが読んでいくわけですよ。そうするとリピートの解析もできます。で、まあ、あのテーブル CRN の全長配列も分かったおかげでその長さだとかその場所だとかにも分かるようになりました。で、中の実在シーケンサーという話をしてますけど一体何なのというのをちょっと簡単にご説明したいと思います。これがですね、最近のレビューから取ってきたやつなんですけれども、ヒトゲノムを決定するのにかかったコストと、パブリケーションイヤーと、シーケンスランですね。この丸の大きさが、かかったお金です。試薬の総額を表しています。そうすると、一番最初のヒトゲノムプロジェクトの時はこれぐらい大きいダウン。これぐらいお金がかかりましたよというのが、割と最近 の結果では、このドットに載せています。多分、その、今朝のニュースの、40万円の人ゲノムっていうのが、この辺に来るわけですよね。っていうので、どんどんこの青い丸がずん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 小さくなっていく。というのが一つ、次世代シーケンサーで、できてきたことです。ファントム4を書くとどれぐらいなんですか？ファントム4を書くと、でもこれはヒトゲノムっていうのがあるから、ちょっと興味があるんです。そうですね。どんだけ予算かけたのかなっていう後に説明をしようかと思ったけど、言ってくれたから、はい、まあ後で教えてください。じゃあいいです。あと、はい、ちょっと答えは僕正確には知らないっていうのを答えたんですけど、まあ後でお話しましょう。で、それはともかくですね、次世代シーケンサーなんですが、じゃあ何次世代シーケンサーは単に早く読めるだけなのかっていうと、早く読めるにはつながるわけがあるわけですね。で、これは一つ の今までやられてきたクラシカルな RNA とかゲノム DNA を読んだりするときのパスなんですけれども、RNA の場合は一回 DNA を落として、それをベクターにクローニングして、ダブルストランド DNA を作って、いっぱい増やした DNA を、チャプラリシーケンサーに書いたりということをやってらっしゃる。が、いわゆる次世代シーケンサーというのはどういうパスをたどるかというと、ここのパスなんですね。つまり、一個一個遺伝子をクローニングしてベクターに突っ込んでた作業というのは一切パスが不要になるんです。だからここの労力がすごく安くなるし、あとはもちろんここは爆発が速くなってもいいんですけれども、要はここは結構皆さん、いわゆるオミックス解析にクリティカルだと思います。でここに赤でいっぱいなパス書いてあるのはそれだけいっぱいテクノロジーがあるので、マルジャン PCR としてファイルシーケンスの454だとかソリッドとかマゾレクサだとか、いろいろあるんですけど、ざっくり言うとここから直接ダイレクトにシーケンスできるっていうところが実際のシーケンサーの売りというか美味しいところですね。ちょっと見方を変えてみますと、いわゆるその分子生物学 の DNA とか RNA を解析するところっていうのはですね、基本的にはジェルベースとかから始まるんだと思います。そこでナザンとかサザンとかもやって、ちょっと見てみようという話をやってたのが、チャプラリシーケンサーのおかげでシーケンス能力が爆発的に上がりました。でこのおかげでヒトゲノムプロジェクトが成り立ちました。でリアルタイム PCR とかでクオンティフィケーション、定量化ですね、RNA とか DNA のどれぐらいコピー数があるかっていうのが分かるようになってきたと思います。でこういう図を書いたときに実際のシーケンサーをどこに位置づけられるかというと、全部覆うんですね。もちろんその細かいバリデーションっていうのも全部今まで通りのジェルベースアステルか RT-PCR とかもちろん必要になります。しかし、いわゆるそのオミックス的な解析をするときに、どこがアプリケーションになるかというと、ここで書かれていたようなドメイン全部が対象になってきます。いわゆる普通の RNA のシーケンシング、形字も含め、性字も含め、メッセンジャー RNA をズタズタにして切ってしまうという技術もありますし、これまでクラシカルな 3' と 5' を決めるメソッドとして、ベースというのがあったと思います。これも次世代シーケンサーにポンと放り込んであげればですね、もう30、50ぐらいのレースって一撃にできちゃうんですね。
うちのラボでも確か96レースのドンと一撃になってましたけど、まあ、そういうこともできるようになってきています。ニュクレアガンノーだとか、あのいわゆる RNA を連中して引っ張ってきて、あのタンパクにバインドする RNA を引っ張ってきて、それを読んじゃうとかですね。もちろんゲノムシーケンスもコピーナムのバリエーションも、メチレーション、メチル化 DNA を同定する、バイサルファイトシーケンシングも、いわゆるチップセット、この免疫進行のやつも 3C も、この辺も 3C も出ましたし、ニュクレース、DNS1 ハイパーセンシティブサイトとかですね、マイクロコッカルニュクレース の, そのセンシティブサイトみたいな、いわゆる今まで本当にジェルでフットプリンティングしてたような、その物をですね、次世代シーケンスに放り込んで次元しちゃおうということが最近できるようになってきています。で、じゃあそういうのを、次世代シーケンスは、じゃあ誰が嬉しいのって話があると思うんですけど、もちろんその網羅的なプロファイリングをしている人は、まあ、多いわけですね。ただ一つ、僕はもうこれすごいいいなと思うのは、モデルでない生物、しかもここ獣学部ですから、そのモデルでない、いわゆるモデル生物でない、症状外だとか、人だとか、マウスだとか、今まで俗にゲノム外まで来て、研究がいっぱいされてきた生物種があるわけですよね。そうでない、自分のまさに今ブリーディングしている種をターゲットに、ゲノムとかトランスクリプトを読むというのが可能になる日っていうのがひたひたと近づいてきてて、今でもちゃんとお金さえ払えば、ザッと読めるということができます。で、この人と、多分この部屋にいる人は割と、この2つのドメインに入る人が多いんじゃないかなと思うんですけど、モデルでない生物の研究者とか、僕みたいなコンピューターをやってる人とかっていうのも、データはじゃんじゃんってなるわけですし、別にその、やっぱりスペシフィックな解析をしたい人っていうのは、ちょっとなんか、ウェットな研究者とコラボレーションして、これをちょっとお願いよっていうふうにやってもらうわけですよね。そういう時に、すごく簡単にお願いもできたりして、嬉しいというのが技術です。で、まあ、そういった技術をもとにデータファイルとかデータベースとかっていうのを作ろう。データファイルは、とにかくまとめ上げないと、見ることすらできないんですから、まずまとめるところから始めまして、データファイル。ちょっとぐらい可視化しましょうということでデータベースです。で、まあ、実際そのファントム4の場合どういうふうになってたか、ね、どんな感じでアウトプットされているかっていうと、あとこのファントム GHC 事件 JP の下からアクセスできるようになってますけれども、ウェブリストースという形でファイルのコレクションとゲノムプラスというのを用意しました。あとファントム4のレジックスペース DB という形で発言とかネットワークとかその辺、ゲノムブラウザに入りつかないところっていうのは独自のインターフェースの必要なデータベースとして、インターフェースを用意してで、じゃあそのどういったことに気を使って僕たちはデータをまとめてきたのかっていうのをちょっと申し上げますと、この4点があるかなという、その一つ重要な点というのは、網羅的なメタデータというのが重要だと思うんですね。今までの割とクラシックなその EST シーケンシングとか QRT PCR というのは、もうみんな割と、あ、QRT というのは、このメソッドだよねみたいな話で分かってきたと思うんですけれども、このハイスループットシーケンシングとか次世代シーケンサーって言っただけでは、一番何も言ってないんです。DNA 測りました、RNA 測りましたしか言ってなかったんですね。そうすると、どうやって君がそのデータを出したのっていうのをちゃんとドキュメンテーションしないと、しかもこのところは割と複雑たちに渡ってきたりしますから、それをちゃんと順を追って、網羅的に、かつ簡潔に、その実験のプロトコールであるとか、どんな実験機器を使っているかとか、どんなパラメーターを設定したのかとか、というのが全部まとめ上げる必要があります。でまあ、そのまとめ上げるためにその標準化規格の一つである明示タブというのを使ってですね、僕たちは一応、まあ、こういうステップを置いて、こういうステップでデータを出しましたというのを一応先ほどの
のウェブサイトに載せてあります。でもちろんその可能な部分についてはバグのレポジトリも載せてますしということです。であともう一つ、網羅的なデータ、メタデータというのはいわゆるそのデータについての情報というものですけど、網羅的なデータということで、生データ、処理データ、解釈データ書いてありますけれども、この3つっていうのはセットにならないと実は論文の結果って再現できないんですね。で、生データっていうのはいわゆるその生のシーケンサーのアウトプットです。そのこのシーケンサーの何ですね、どれでどれでどれでっていうのは全部生データで、今までのクラシックな DDBJ のとかジェンバーだとか M ブだとかのスタイルっていうのはそのシーケンスを登録する。それだけでも特に処理っていうのはまあ見ればわかるでしょうっていう話だったので必要なかったですね。でもそのアイスプットシーケンサーなんかになると、そのデータをどういうふうに処理したのかとか、処理した中間データはどうなっているのかとか、どういった形で最終的な解釈をしたのかというところが重要になってきて、この辺の 3つのセット のデータっていうのを出す必要が、まとめないと外の人が解釈できないというか再現できないことになってしまう。で、現状としてはパブリックデータベースとしてはその生データしか置かせてもらえないので、生データはそのパブリックデータによってこの辺のデータっていうのはその自分たちがウェブサイトにおいて、どうぞ皆さんぜひ使ってくださいということにしています。で、あと柔軟かつ解釈のしやすいファイルフォーマットということなんですが、結構これ悩ましかったんですけれども、みんな解析をみんな寄ってたかったするわけですね。そうすると解析の観点とかみんなちょっとずつ違うわけです。で、出してくるデータっていうのもちょっとずつ違うし、何が何だかわからないことになってきてですね、とりあえず柔軟かつ解釈のしやすいファイルフォーマットっていうのが重要になってくるんだと思います。あと、その多数の実験条件での結果をゲノム軸上で見たいということがあるので、実験柔軟かつ契約のシステムが必要になってきます。で、アンプル4ではこういうふうな感じのですね、データのまとめ方っていうのをさせてもらったんですが、近い将来としてはですね、この生データっていうのは今立ち上がり始めてますショートリードアーカイブですとか、ヨーロピアンリードアーカイブとか DDBJ リードアーカイブとか、そういったところに突っ込んでいくことになる、保持していただくことになる。で、ファイルフォーマットについてはまだ本当に今で始めて議論中なんですけれども、僕たちはこれ僕たち のこういうのがいかがでしょうというのはプロポーザルを持っています。で、インターフェースの部分については僕たちは今それなり システムを今鋭意構築中でですね、まだまだ今チュアのお見せできる状態ではないんですけれども、頑張って構築しています。で、ざっくり今日のお話をまとめますと、ファントムフォーについてお話をしました。いくつかそのトピックが世代シーケンサーを使うことで、可能になった解析の実例みたいなのを、お話しさせていただきました。で、その次世代シーケンサーって、どういうものなのかっていうのをざっくりお話して、次世代シーケンサーを扱ったデータベース屋さんとしては、データファイルとかデータベースについて、こんなことを考えているっていうのをご説明しました。で、これ最後なんですけど、あとは宣伝なんですけど、ここでデータベースとかを公開してますというと、日本語の創設がそのうちに出ます。で、ここ割と僕としては美味しいかなと思うんですけど、うちのチームグループにですね、受託解析みたいなのを持ってます。なので、オーダーがあれば、その次世代シーケンサーと呼んでやりますみたいなことも、サービスとして始めつつありますので、もし皆さんご興味のある方は、一応僕、今日パンフレットに来ましたので、ご興味のある方はぜひいらしたいと、パンフレットをお渡しします。これはですね、ちょっとこちらのポジションのですね、バイオエキスパート体験というですね、いろんな大学院の催しとしてですね、大学院を体験してもらおうということで、こういう催しを大体春ごろにやっていますので、もし皆さんご興味があればいらしてください。ちょっと横浜なので遠いと思います。
入管物ですかね。